えば今まで食べたことのないものを食べてみるだって冒険じゃないですか。だから行ったことのない場所に行ってみるとか、やったことのないものをやってみるとかっていうことが一つ一つがすごく貴重な体験となって、そこから何かが生まれてきたりっていうのが多いんですね。でそういう意味では新しいことをやるっていうのが何と言ってもいいと思います。でその中で自分ができるもの、あるいはやりたいもの、あるいは全く違った世界が見えてくるかもしれないっていう部分がきっかけになること多いと思いますね。